スリーアウト。履正社高校の攻撃はこの回無得点、スリーアウトとなりました。さあこれから8回の裏のマウンドに上がります。履正社高校の岩崎の投球内容です。投球数がちょうど100球です。全体の印象からまず杉本さんに伺いましょうか。序盤はちょっと立ち上がりなかなかね苦しんだんですけれども、1回の途中から非常にこのいいピッチングになっていると思いますね。なんせこの大打者に対する配球というのは途中から変えてきているんですから、的を絞りにくいピッチングをしているとも言えますね。ゲームの序盤には特に左バッターにはインサイドのスライダー、カットボール、このインサイド中心のプリントとなっているのが中盤から変わってきたわけですね。そうなんですよね。ラストバッター、ファーストの高木が今日最初の打席になります。初球から打っていきましたがレフトフライ、一旦下がって前に出てきました。履正社高校レフトの両翼が掴んでいます。この辺りはですね、キャッチャーの先の時も非常によく考えてリードしていると思うんですね。そうなんですか。大阪桐蔭の大阪スタイルの試合もですね、まだ同じように途中から配球変えてきてたんですよね。非常にバッターの後ろに2球させてますよね。今日2安打の1番ショート出村です。これも初球打ってファウル。こういう緩いボールっていうのも序盤はあまり使ってなかったんですけれども、中盤からこういう緩いボール使い始めてますよね。チームとしてのヒット4本のうちこの出村が2本を放っています今日。この左バッターの外のストレート、なかなかこのインコース来なくなってきてるんですよね。とにかく盛んにキャッチャーの責任的には引きに引き抜くというような、ね、そういう仕草をしますよね。今度は振りかぶります。足元バックアップ池田、間に合いません。今日2安打の出村がこれも内野安打になりまして、今日出村3安打。いや粘り強いですね、出村君は。最後は右腕一本でした。このグラブを出していった岩崎の執念も素晴らしかったですね。先ほどからちょっとこう何のか出ると盗塁アウトになってましたから、もうちょっとこれは走れないですね。ここまで3つ関本が盗塁を阻止しています。やはりここも左バッターからヒットが生まれました星稜高校。ファーストゴロ、よく取った。フォースアウトでタッチしてアウト。ファーストがいい判断を見せました。ダブルプレー。8回の裏星稜高校、この回もヒットが出ましたが得点はならず。こういう局面局面で履正社の守りもしっかりしてますね。素晴らしいですね。今取ったファーストの弓野君、はい、今日最初はショートに入ってたんですか。内野ならどこでもできるということですよね。そういうことですね。またこの送球を取った中原君もうまかったですね。ワンバウンドも。コースにわたってレベルの高さが伺えます。ランナーを出したのはこの人、キャッチャーが助けてくれたり、内野手が助けてくれたりしますからね。その辺りは、後ろの履正社高校のね、その強さだったということですよね。9回の攻撃、履正社は4番の関本、裏の星稜高校は3番の中田から始まります。秋はご覧の28打点、11試合でマークしました。この夏も大阪府の独自大会は全試合で打点を挙げた4番のキャッチャーキャプテンの関本。
さんの大きなカーブ、いいボールとして、そうですね、一、二塁間破っていきました。関本今日2本目のヒット、チーム2桁のヒットに乗せました。これで10本目のヒットになった履正社高校です。先ほどのバッティングすごいですね。これは右方向にしっかりと、ね、力を込めて打ってますけど、バッティング早いですよね。5番の大西です。今日は四死球が3つ。夏の大阪独自大会では関本に代わって4番に入ったことがありました。あっと、お腹に当たった腰掛けのボール、ノーアウトランナー1塁2塁になりました。8点リードの履正社9回表。今日2安打です。このバッティングの柔らかさを杉本さん高く評価されてますね。今日そうですね。ちょっとバントの構え、バントしました。ファースト前に転がした、送りバント成功。ワンアウトランナー2塁3塁です。岡田監督はバントで次の得点を取りに来ました。うまいバントですね、ロビー君。今のちょっとバント浮いてきたボールだったんですけれども、はい、バットのヘッドを立ててバントしてますからね、フライにならないですね。はい、バントバントすると。7番のファースト弓野です。ワンアウトランナー2塁3塁。弓野も今日2安打。前です。拾ったかショートライナー、ツーアウトランナー二塁三塁となりました。履正社9回表、ランナーは二塁と三塁にそのまま残って、今日前の打席タイムリーヒット、左ピッチャーのインサイドに曲がってくる変化球には非常にうまいバッティングを見せます。8番のショート中原、セーフティーバント、面白いところだ。10点目が履正社に入りました。セーフティーバントで10点目。杉本さん、狙いも、そして転がした方向も、ついに意表を突かれましたね。まさかここで。こういう大技あり、小技ありっていう、そういうところもこの履正社だね。なお2アウト1塁3塁、ラストバッターピッチャーの岩崎です。特に左の投手の時に3塁線に打ってこなくて、左ピッチャーは後ろを振り返らないとか投げられませんからね、1塁ね。岩崎がこのまま打席に入ります。岩崎は完投を目指しての9回のマウンドがこの後控えます。2回までに8得点を奪いましたが、その後
野口投手の好投もあって履正社得点伸びませんでした。この9回にセーフティーバントで10点目を奪って、これでチームのヒットが11本になりました。履正社です。窮屈なバッティング、野口もそうですね、この安土もとにかく丁寧にインサイドしてますね。右打者のコースをね、本当にこう腕振ってしっかりと投げることができてますよね、2人とも。引っ張っています。なるほど、単にインサイドを打つだけではなくて、腕を振ってインサイドに投げ込めています。ですから、キレのあるボールが放れるんですよね。まあ、そういったところで130キロ前後のボールに対しても右打者が差し込まれるという、そんな感じになってますよね。当たってしまった。大きな声が、岩崎の声がネット裏響きましたが、左の肘のあたりか。ただ投げるわけすればやはりこういうリスクだと思いますからね。強力打線ですし、インサイドをつかないことにはこういうことは抑えられません。そうそう、ツーアウトランナー満塁となりました。9回の表の履正社の攻撃です。池田が今日6回目のバッターボックスになります。セカンドへの内野安打の音がしてます。最後の甲子園となります。履正社高校の池田、昨年は2番バッターとして全国制覇に貢献。今日池田のバッティングいかがですか。途中からちょっと左のピッチャーがね、緩いカーブにタイミング合わなくなって、最後はインコース高めのストレートを空振りして三振という感じに、ここの打席はなってますね。もう少しですから、この前に投げていた野口君にタイミングをずらさ、切りされてますよね。野口によって今日の打席のリズムが崩されてますね。取るのが難しいバッターなんですけど、夏の大阪の独立大会では14打席連続出塁もあります。スリーアウト。足の速さは見せました池田です。9回表、大阪の履正社、8番の中原のセーフティーバント、これが内野安打になりまして、10点目が入っています。10対1、星稜高校、9回裏の攻撃は3番のファースト、中田から始まります。とにかくこの1回、2回の履正社高校の攻撃が見事です。ただ3回から星稜高校2人目の2年生の左腕野口投手が登板してからゲームの流れが少し変わってきました。その中で3回の裏に星稜が1点、7回の表に履正社が1点、そして9回の表、中原のセーフティーバントによる内野安打、これで1点、10対1、9点を追いかける星稜9回の裏の攻撃ということになります。勝負になります。今日8月15日は終戦の日です。その後勝負の時報を合図に黙祷が行われます。
戦没者の慰霊と平和を祈って行われる甲子園での黙祷。夏の選手権大会では1963年、昭和38年から続けられています。履正社高校の岩崎が9回の裏のマウンドに上がります。解説は米子東高校元監督の杉本慎吾さんです。杉本さん、はい、この夏は交流試合ということで、どのチームも勝っても負けても1試合だけ。チームによっていろんな戦い方がありますね。ベンチ入りのメンバーを全て使う選手、学校もあれば、はい、これまで通りの戦い方を貫くところもある、これ学校いろいろあると思うんですけどもね。思いは、ね、それぞれだと思うんですけれども、ね、ただやはり一つ、とにかくこの甲子園で勝ちたいんだという気持ちというのはね、なんかいつも甲子園よりもさらに強いものがあるような、そんな感じは受けますね。エース岩崎、9回もマウンドに上ります。星稜3番のセンター中田。この点差がついていても岩崎君が履正社高校ね、このままこう完投しようとしていますけれども、やはり今年の履正社高校のこの形をね、最後までね、きちんと貫いて、はい、完全に終わったっていう気持ちが岡田監督も終わりなんじゃないでしょうかね。内田と中軸にヒットがありません。切れていきます。風に流されてスタンドへ。最後の夏、甲子園でのわずかこの1試合に凝縮されている両チームの戦いの中で、中軸に最後ヒット1本欲しい星稜。ついていきます。1年夏から甲子園に出続けてきました4番のキャッチャーになった今年の内山。大きな岩崎君の注意ですよね。ルーアウトランナーありません。5番のサード木田。少し力が入っている。こういう時に、ただボールが行った時に、キャッチャーの関本君が頷いたりと機嫌を振ったりね、いろいろとこのピッチャーの岩崎君の気持ちをね、落ち着かせたり斜めたりしてるんですよね。確かに画面にもそういう関本の仕草というのが本当にピッチャーの気持ちをよく把握してるキャッチャーですね。
捉えることができず、スリーボールツーストライク。この夏甲子園での初ヒットが出ました。この9回の打席で杉本さん、千田にようやくヒットが出ました。ですね、まさにこれ一年一段ですよね。インコースのボールを詰まらずにね、持っていきました。6番のレフト松本です。甲子園で初めての打席になります。初めて岩崎と対戦して初打席です。外のボールの見極めできるでしょうか。まず1球見ました。履正社は勝利まであとアウト1つ。スイングしてますよね。そうですね、はい、1球カットボールの軌道を見てから、そこからスイングをしていきます。松本、すべてアウトコースのボールですけどね、力負けしないですね。しっかりとしています。今のは完全に勝負だったボールですけどね、当ててますね。初めて見た岩崎の投球に対して粘りを見せる打席の松本。見る、見ます。ボール球はきっちりと見ます。さあ杉本さん、スリーボールツーストライクまで持ってきました。次が投球10球目になります、岩崎。あっと、フォアボールを選びました、松本。価値のあるフォアボールです。ツーアウトランナー、一塁二塁。いやー、見事。よく選びましたね。この場面、誰もがね、やはり最後のバッターになりたくないですから。いやー、ここはよく選びましたね。
キーパーのフォアボールです。追い込まれてからカウルで狙ってフォアボールを勝ち取りました。ここで真鍋選手が岡田監督の言葉を伝えにマウンドに行きました。履正社高校5番の笠井選手がこの場面代打に送られます。3年生です。ツーアウト1塁2塁右が先発の荻原、左が2人目高藤の野口、三塁側の星稜ベンチ、代打のバッターがストライクに対して積極的にスイングをしていきます。空振り三振でスリーアウト、試合終了。大阪の履正社が石川の星稜を10対1で破りました。履正社高校はこの夏一度も負けずに終わりました。笑顔が見られます。大阪の履正社高校、大阪府の独自大会6試合を勝ち、そして最後のこの夏のゲーム交流試合で石川の星稜に勝ち、一度も負けずに最後の夏を終わりました。一方の石川の星稜高校、序盤に履正社の強力打線に点は許しましたが、その後投手陣の頑張りもありゲームを作りました。解説杉本慎吾さんでお伝えしてまいりました。杉本さん、はい、まずは履正社高校のこの総合力の高さというものはいかがでしたでしょうか。いや素晴らしかったと思いますね。まずやはりバッティングなんですけれども、私は星稜高校の先発ピッチャーの荻原君、そこが悪い調子ではなかったと思うんですね、
上原君とすればとにかく立ち上がりから制球力が安定していましたし、低めにボールが集まっていました。しかしこの低めのボール球になるこのスライダー、これをきっちりとやはり履正打線が最初からこう見極めることができていましたよね。もうそういったところでなかなかこうストライクを簡単に取ることができなくなって、1回2回で四死球が4つ出ました。そんなにフォアボール出すピッチャーでも上原君ないんですよね。まあ、これは履正社打線がしっかりと見極めた、そういった結果だったと思います。でまたストライクを取りに来たボールに関しては履正社打線がもうしっかりと残してギリギリでボールを引きつけて、そこからこう鋭いスイングをしてくる、そういったようなバッティングでしたので、野手はこう一歩も動けずに間をね、内野手の間を抜けていくヒットっていうのが1回2回